時は今千年の呪縛は破られた吹く風に突き上げろ自分のパジュラを蘇る理由さえ正義の意味さえも今は知らないお前だけれど吠えろ前期前期いつか出会うきっと胸に刺さるような祈りを込めた瞳にそうさ前期前期その輝きこそ愛という無限の力だバジュラオン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 相馬さんの力で前期は鬼神封じの陣から逃れることができた。そしてアンジュの、いえ、アンジュさんの秘密が相馬さんの口から語られた。アンジュさんが昔相馬さんの命を救ったこと、相馬さんと同じ影荒野の人間だったこと、そしてアンジュ。熱、ちっとも下がらない。過労じゃ。アンジュを助けようと生も根も尽き果てたのじゃろ。ばあちゃん、まさか。案ずるではない。影小屋の厳しい修行に耐えてきた御人ぞ。いずれは熱も下がる。とにかく今は養生が肝心じゃ。前期よ、安易にルドラを使ってはならぬと申したはずじゃ。おつぬ、うるせえよ。ルドラは闇を払う強大な力。お前にとってはモロ刃の剣、お前自身を滅ぼしかねんのだ。俺様は誰の指図も受けねえ。愚か者よ。今度だけは救ってやる。だが二度とルドラを使ってはならぬ。俺様に命令するんじゃねえ。前期殿、前期殿。人の顔を見て悲鳴を上げるとは失敬な。うるさいわよ。相馬さんが寝てるのよ。前期殿、何か悪い夢でもご覧になったのか。うるせえな。何でもねえよ。カルマの子よ、目覚めなさい。カルマ様。カルマの子アンジュ、あなたはカルマの子に違いありませんね。はい。ですが、私はかつて。あなたには過去などないのです。お前は過去という名の幻に取り憑かれている。そう、お前の心はただの幻に蝕まれているのです。そんな。カルマ様、これは決して幻ではありません。私は確かに相馬、三木相馬という男を知っています。影公園にいた私自身を。そうですか。
苦しいですか？でもその苦しみが通り過ぎた時、余計な過去の記憶は消え去り、お前は最強の戦士として生まれ変わるのです。憑依の身よ、アンジュはもともと影荒野の人間。その記憶が蘇り、迷い始めたら使い物にはならん。かといって身を取り付かせるのは血と酷だがな。カルマ様には何かお考えがあってのこと。たわけ、ひびの入った将棋の駒が捨てられただけのこと。カルマ様はそういうお方じゃ。ゴーラ、その言葉聞き捨てならんぞ。カルマ様を愚弄するのか。甘いな。主への忠誠はほどほどがよい。それが生き残るコツじゃ。ああ、布団を囲んで座るのはやめてくれねえが、まるで死んだみてえだろ。よかった。冗談が言えるくらいならもう大丈夫ね。じゃがまだ安静が必要じゃな。みんなに迷惑かけてすまねえ。すぐに出て行くから気を使わねえでくれ。ええんじゃよ。縁の呪法堂の連中はいつも暇じゃから。暗示を取り戻しに行くつもりじゃな。花を預かってますからね。返さなくちゃな。まだ無理よ、その体じゃ。それにアンジュさんがどこにいるかも。あいつはまだこの町のどこかにいる、そんな気がするんだ。ソーマさん。千秋、ちょっと前期殿もちょっとよろしいかな。なんだよ。お話ししたいことがございますゆえ。なんじゃなんじゃい、わしらは抜けもんか。そうじゃ、ソーマ殿を見ておれ。感じ悪い。何これ。ルドラに関する古い文書じゃ。ルドラ。前期殿、この間憑依獣と戦った折に一度使おうとなさいましたな。うるせえな、ルドラが何だってんだよ。ねえばあちゃん、ルドラって何なのよ。ルドラとは闇を払う光。栗林よ、良い天気じゃの。そうですね。なんかこう眠くなっていかんな。そうですね。良いか千秋、この前期殿はルドラという強烈な力を持っておられるのじゃ。わしも長いこと忘れておった。ふと思い出して文書を渡ってみたら、これがあったというわけじゃ。ちょっと前期。なんだよ。こんなすごい技を持ってるんなら、なんで今まで使わなかったのよ。私何回も死にそうな目に遭ってるんだからね。てめえ、都合のいい時だけは俺様にべったり頼るくせに何言ってやがんだ。何よその言い草は。やるか。やる。やめんか千秋。ルドラは確かに強力な武器じゃ。しかしそれは前期殿にとってももろ刃の剣。むやみに使うては前期殿自身の体が滅びかねないのじゃ。そんなにすごいの。前期殿、この文書によればそなたは封印されるより以前ルドラを使うたようですな。ああ最高だったぜ。じゃがその後どうなられた。ルドラによって傷ついた体をオズヌ様が癒してくれたのではござらぬのか。だから何だってんだよ。二度と使うてはなりません。もうオズム様おられないのですぞ。パパ様、大変です、ソーマさんが。どういうことじゃ。それがのここの縁が妙にポカポカとするんでな。寝ておったのか。いやごめんなさい千秋。わかってる、あの体だもん。まだそんな遠くじゃないはず。僕も行きます。頼むぞ、一刻も早く探し出すのじゃ。
じゃあわしは飯でも。おのれも探してこい。はい。相馬殿。なぜだ、記憶が戻ったはず。操られてるのか、ハンジュ。その通りですよ。もはやアンジュはカルマの忠実にして最強のしもべ。汚ねえぞカルマ、てめえが出てきたらどうだ。無駄な挑発です。アンジュとは戦いたくないとおっしゃいなさい。幸せな男ですね。愛する女の手にかかって死ねるなんて。アンジュ、目障りです。その男の命を奪いなさい。やめろ。相馬さん。アンジュ、目を覚ませ。アンジュ。相馬殿、相馬殿。相馬さん、しっかり。相馬さん。ひでえざまだ。力が出やしねえ。その体じゃ無理よ。アンジュさんはどうしちゃったの。記憶は戻ったはずよ。アンジュは操られてるんだ、あのカルマのやつに。それだけかしら。アンジュよ、お前の新たなる力をそいつらに見せてあげるがいい。見よ、身をつけやがった。そんな、栗林、相馬殿を向こうへ。話してくれ、アンジが。そんな体で何を言っとる。ここは千秋と善鬼殿に任せるしかないじゃろう。アンジ、千秋何を持ったしとる。早く善鬼殿を。やめろ、アンジ、アンジ、アンジ。善鬼殿。まったくよ、都合が悪くなると呼びつけやがる。善鬼殿。ばあさん、今度の身はいつものとはちょっと違うようだぜ。え、ちあき。アンジュさん。千秋、早く封印を解け。行くわよ。我得神の呪縛、美女の刃にて封じを断つ。はい、こちらオン、オーク減臨せよ、なし、前進。だからなんだ。バズラー、キャーキャーキャー。ちょこまかしやがって。バズラー。アンジュさん。手間取らせるんじゃねえ。何？
つなぐのじゃ。アンジュの周りに結界を。脅威の力を得たアンジュに通じると思っているのですか。来る。ゾーマ殿、この場は一旦行ってくれ、みんな。ゾーマさん、すまねえな。俺はどうしてもこの場を離れるわけにはいかねえ。なあアンジュ。電気殿。男子となうつけが、あんな電撃で俺様がくたばると思うなよ。今本当のイカズチってやつを教えてやるぜ。前期殿、なりませぬ。それはなりませぬぞ。うるせえ。俺様完全に頭にきてんだ。つべこべ抜かすんじゃねえ。いか、前期殿は本気じゃ。本気でルドラを。みんな早く逃げるんじゃ。イカズチよ、我が命と一つとなりて、すべてを滅ぼす。往来となれ。前期、前期。くしゃ、久しぶりに使ったら線香花火みたいなルドラになっちまったぜ。前期殿、これがもし完全なルドラでしたらこんなことでは。前期、無事でよかった。相馬さん。千秋、今は。アンジュ。言わないでね、しばらく。